ジョージュ・プラット・シュルツは、アメリカ合衆国の政治家。リチャード・ニクソン政権で、第11代アメリカ合衆国労働長官、第62代アメリカ合衆国財務長官、第19代アメリカ合衆国行政管理、予算局局長、ロナルド・レーガン政権で、第60代アメリカ合衆国国務長官を、歴任した。1920年12月13日に、 ニューヨーク州ニューヨークにて誕生する。ドイツ系アメリカ人で先祖の姓はシュルツと表記する。1942年にシュルツはプリンストン大学で経済学の学位を得る。同年にアメリカ海兵隊に入隊し、1945年まで軍務に月単位まで昇進した。その後1949年にはマサチューセッツ工科大学から、 産業経済学の博士号を得る。彼は、マサチューセッツ工科大学の経済学部及び、同大のスローン経営大学院で1948年から1957年まで教鞭を取り、1955年にはアメリカ合衆国大統領ドワイト D ・アイゼンハワーの経済諮問委員会の委員に就任した。1957年には労働関係学の教授として、 シカゴ大学のビジネス大学院に加わり、その後1962年に学部長に就任した。シュルツは1969年から1970年までリチャード・ニクソン大統領の下で第11代アメリカ合衆国労働長官を務めた。その後彼は第19代アメリカ合衆国行政管理予算局局長に就任し、 1972年5月から1974年5月まで第62代アメリカ合衆国財務長官を務めた。この期間中に、ポール・ボルカー及びアーサー・バーンズと共に、金本位制とブレトン・ウッズ体制の終了を決定した。1974年にシュルツは政府を離れ、ベクテル社の社長に就任した。その後1982年7月16日に、 シュルツは、ドナルド・レーガン大統領から第60代、アメリカ合衆国国務長官に指名された。シュルツは高派が多数派を占めるレーガン政権においてオンなナ、外交政策を主張し、しばしば対立した。シュルツは、依イ,イコントラ事件における、人質のための武器問題に対して、反対意見を述べたことで、アメリカ合衆国世論の大きな注目を集めた。 シュルツはニカラグアへの侵攻に積極的な立場を取り、1983年には議会において我々はニカラグアのガンを切除しなければならないと証言した。また1985年にニカラグアのダニエル・オルテガ大統領との政府間交渉に反対し、交渉のテーブルの上に強制力の影がちらつかないのであれば、交渉という言葉は 幸福を遠回しに表現しているに過ぎないと述べた。そして国際連合、世界法廷といった外部の仲介による理想的、法的解決を提唱して法廷式における力の功を無視する人々を厳しく批判した。1989年1月20日にシュルツはアメリカ合衆国国務長官を辞任した。しかしながら引き続きアメリカ共和党の政治参謀として活動した。 その一方でシュルツはドラッグの合法化を主張する共和党員の急先鋒となり多くの保守派の党員を驚かせた。そして1998年6月8日にはニューヨークタイムズ紙に今日世界的規模によるドラッグとの戦いが薬物乱用よりも多くの問題を引き起こしているだろうという広告を署名付きで掲載した。2000年アメリカ合衆国大統領選挙では ジョージ・ W ・ブッシュの選挙参謀を務め、その後、ディック・チェーニー、ポール・ウォルフォーウィッツ、コンドリーザ・ライスらが所属するブッシュの政策顧問団、バルカンズでは上級顧問も務めた。2003年のイラク戦争では、支持を表明した。2011年から2015年には、ゼラノスの社外取締役を務めた。2021年2月6日、カリフォルニア州にある自宅で死去。 百歳没、ありがとうございます。